どうもお疲れ様です。10月10、10月10日ですね。10月12日っておかしいですよね。10月10日朝6時の相場解説になります。えっ、ー、と、今日はね、マーケットの再設定をしようかと思います。というのが、いろんな要素が乱れ飛んでいますんでね。例えば、昨日は日米の市場がお休みだったってことと、あと戦争がイスラエルで始まってしまったこと。えー、それからね、実際にマーケットが昨日から今日にかけて大きく動き始めたってことになります。えー、客観的に見るためには、まずはね、 週足の方から見てみますよ。週足っていうのは要点はですね、介入があったとされる前回のこの値段のところに今差し掛かってきてて、実際に介入と思われる動きがありましたよね、ここで。下ヒゲを出して、上の方に陰線が、ああ、こう偏ってますけども、こちらの方に引き続いて、今形成中の週足も今陰線になろうとしているところかなってところです。えっ、ー、と、このね、上昇の流れっていうのがずーっと来ていたわけなんですけども、ここにストップがかかるような、そんなね、 気がするかなってところです。ここの介入によって。うん、まあですんで、今後、一時的にかもしれませんけども、ここの動きみたいにね、こういう風うな形の動きみたいに、あの、一時的に値段がセカンダリートレンドをなぞる可能性があるんですよ。で、ある程度円高の方向に行くと、円安への行く余地が出てきますんで、またね、再起していくってことかなと思います。今、一番可能性のあるシナリオは、この動きですね。 じゃあ次、冷やしを見ていきましょう。冷やしレベルで言うと、もう下落はここで止まったのかなというふうに判断することができます。えー、その見方としてはね、まあこのね、ヒゲがあるんで、ちょっとね、懸念点は残るんですけども、陰線4線陰線の下が揃いかけてるでしょ。ですんで、今日ここを突き破って下に行かない限りは、またね、今週中に149円の方向に行くと思われますんで、 そこで倍でエントリーしていきましょう。それがね、今日見れればいいんですけどもね。そしたら今日倍できるんで。はい、えー。で、これが4時間なんですけども、4時間で今、あ直近の安値というと、ここでしょさらにヒゲを打ったここでしょここはちょっとイレギュラーなんで考えないにしても、もう1点あるとしたらここなんですよ。じゃあこの辺りにゾーンを引くとすると、ここで止まるんではなかろうかと考えることができますので、えー、今回ね、下落をぐーっと作りました。昨日から今日にかけて。 あのこれもまあそろそろ止まってくれるんではなかろうかなってことで148円の半ばね50とか40とかこの辺りでそろそろ倍の方に転換するとこれに乗っていけるんだけどなってとこですよねただこれもねさっきとちょっと矛盾をはらんでるんですよねえっとさっきとどんな矛盾をはらんでるかというとあの冷やしレベルでここで止まれば あ、これ今、陽線がここにできてますね、切り替わってね。はい、こうしてる間に。陽線がすごくちっちゃいんですけども、出来上がってきました。でもまあ、全然形成中なんで、陽線で確定するわけでも何でもないんですけども、これがね、下の方に突き破るようでしたら、先ほどの、あの、上昇に向かうというのはなくなるんですよ。でもこれがね、上の方向に向かう可能性があ、もしね、これから見て取れるようでしたら、あの、上昇トレンド復活ということになりますので、 この水準までは上がっていくんじゃないかなと。150円ギリギリまでいくんじゃないかなというふうに考えてもいいと思います。話こんがらがってきましたね。もう一回4時間見ますよ。4時間を見て、ここで止まってですね、ここのゾーンで止まって、あの、しばらくはうようよするかもしれませんけども、上の方に抜けるようでしたら上昇は回復です。でもセカンダリートレンドをしばらく書く可能性もあるんですよ。そのセカンダリートレンドがこう下に突き破るようでしたら、この下落っていうのは、 まあ一定期間続くんじゃないかなっていうふうに覚悟しなければなりません。その時にはおそらく髭先と心当たりの安値がね、一つの指標になるんではないかなと思いますけども、今のところそれは何とも言えませんね。で、最後に1時間見ていきますけども、この1時間でね、今日最も可能性が強いのは、以前お示したここなんですよ。この下値、ね、と、 揃ったところで反転していくかもしれないので、まあ、もしかしたらもう反転始まってるかもしれませんけどね、えー。今日様子を見るとしたら、あの、下に行くにしても、ここのね、148円の300を破って下の方に行くようでしたら、ある程度下に行くんじゃないかなってことを覚悟する。プラス、ここを突き破って148円の、まあ、100とかね、その水準に行くようでしたら、 ここは破れてセカンダリートレンドが始まるっていうふうに判断しようかなってことです。はい。じゃあいろいろと申し上げましたけど、まとめますよ。148円の20とか10を割っていくようならセカンダリートレンドでセルです。そうじゃなくて148円の30とか20でとどまって反転するようでしたら、これはあ、少なくともレンジに戻っていくってことと判断しますね。レンジってのは、ちょっと状態が決まりかねるんですけども、こんなところでレンジが引けるんではないかなと。この2択でいきましょう。 はいそれではちょっとね材料を見ていきます材料火曜日は8時50分にいつも通り日本からちょびっとしたものが出てますねあとはないですねテクニカル的にじっくり見ていきますそれから水曜日水曜日の21時から27時までもありませんので今日と明日はおおむねテクニカルでやっていけると思いますじゃあね昨日はねちょっと扱いにくい日だったんですけどもあの今日午前中に様子を見て えー、今日からテクニカルを始めるつもりで、えー、今日と明日この2日間テクニカルで撮っていきましょう。なんかね、ワントライでも多くできるといいですよね。はい、じゃあお疲れ様です。